古藤三山パーキングエリアは、滋賀県は愛知郡愛称町松尾寺にある、名神高速道路のパーキングエリアである。古藤三山スマートインターチェンジが併設されている。2013年10月21日に、古藤三山スマートインターチェンジの開設に合わせて、畑城パーキングエリアから名称変更された。また、名神高速道路で中日本高速道路が管轄する、 サービスエリアパーキングエリアでは最生端となっている。上下線とも売店は設置されていない。スマート IC の出口スマート IC の入り口ことを散々、スマートインターチェンジは、東 PA に併設される、スマートインターチェンジである。滋賀県が2009年3月13日に、東スマートインターチェンジ及び、加茂スマートインターチェンジの実施計画書を、中日本高速道路、 西日本高速道路に提出し、2009年6月30日に国土交通大臣が建設を許可した。総事業費は約18億8000万円で、このうち県の負担は約5億円である。2030年の予想利用台数は1800台。名神高速道路では初めて、滋賀県内では初めてのスマートインターチェンジである。利用対象者は、 ETC 車載機を搭載した全車種で、利用時間は24時間、上下線ともに、出入り可能である。ただし、スマートインターチェンジの上り線入り口及び、下り線出口を通行した場合は、パーキングエリアの施設は利用できない。なお、許可申請時は、はたしスマートインターチェンジの名称であったが、かねてより誘致活動を行っていた地元の要望により、現在の名称になった。 また、東スマートインターチェンジは、インターチェンジ間の距離が、名神高速道路で最長となっている彦根、インターチェンジ八日市 ICE に設置されている。2009年8月30日に実施された第45回衆議院議員総選挙では、民主党が、滋賀県内の小選挙区で、すべての小選挙区を独占するなど圧勝。滋賀2区では、民主党候補の田島一世が小選挙区初勝利を、収め。 国会議員として、東スマートインターチェンジを誘致、推進した自民党候補の藤井雄二が落選した。田島は選挙戦中には、スマートインターチェン業は継続すると主張していたが、選挙後は民主党がマニフェストに高速道路の無料化を掲げていたことから、ETC 設備の設置が必要となる、スマートインターチェンジとしての整備計画の見直しを示唆し、 事業継続が危ぶまれた。結局建設中止の命令が出ることなく、計画通り着工された。古藤三山 IC 建設促進規制同盟会が設置した看板1995年12月27日に東 PA 付近を先頭に発生した下り線の渋滞は日本道路交通史上最長の交通渋滞とされる。 雪による通行止めを原因として渋滞が発生。渋滞は、東名高速道路赤塚 PA 付近まで 154km に、及び、解消まで23時間を要したという。古藤散々スマートインターチェンジに関するカテゴリー。ありがとうございます。